佐藤ゆりかの競馬夢予想。皆さんこんにちは。こんにちは。TNC テレビ西日本アナウンサーの佐藤ゆりかです。唯一のレギュラーも最終回となりました。TNC アナウンサー川崎聡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先週、一着プリンスリターンでしたね。ここから日経オープン。そうそう。そして川崎さんが、なんとなんと3連単軸2等マルチ。ダブルシャープミスニューヨークを軸にされて前頭流し。こっちそうそうなのよ。3連単ね、これね、これね、二頭軸でさ、前頭相手4800円。4800円。うん、そしたらさ、なんとその4800円が4050円になった。買ったのはあれだったんだよ、プリンスリターンだって。そうです、ね、いいレースしたね。プリンスリターンも本当久々の勝利でね。そうですね、まだ4歳だから、まだこれから楽しみだしね。そうですね、初めての 1800m でしたけども、本当人気馬を差し切りましたよね。ね、なかなかね、あの消灯数ながら見応えのあるレースっていう感じですね。そうですね、じゃあもうね、取り返しましょう。今週最後はさ、そうなんですよ、小倉最終週なんですよね。いや、あっという間でしたね。あっという間だったね。でも本当中身の濃い夏だったなっていう。そうですね。俺あの先週ちょっとね、あのそういうことで、まあなんていうの、予想という感じじゃなかったんで、今週俺もうグワッといくよ。ガーッといく。グワッといくよ。グワッといく。そのガーッといくレースがですね、小倉2歳ステークスなんですよ。はい、はい、また2歳戦で 1200m のレースとなっています。じゃあ早速、予想していきますか。はい、はい、さあ佐藤の予想、10頭立てということですけども、もうこの馬にします。佐藤の本命はこの馬です。じゃん、静かに言った。じゃん、10番の姉御肌です。へぇー。その反応されました。はい、姉御肌。姉御肌です。あの初めての芝なんですよね、実は。あの前走新馬戦は、ダート 1200m を走ったんですよ。そうだよ、はい、ですけども、4馬身差で勝ったんですよ。そうだね、4馬身差、新潟でね、はい、うん、でもこれは私はもう芝でも十分できそうなレースだなと思いまして。おお、なんで？やっぱりあの4馬身差をつける足、もう全然芝でもいけるんじゃないかなと思って、やっぱり初めての芝、天候の馬さんって適性本当に合うかどうかも、でもまあ不安な部分はあると思うんですけども、あの勝ち方だったらありえるなと思いましたね。あと、はい、騎手がですね、みゆきジョッキーということで、あのよかよかを重賞勝利に導いたみゆきジョッキーということもあるので、もう姉御肌、もう、はい、もう姉御肌発揮して、なんか親近感感じてんじゃない？姉御肌に親近感感じて、まあ憧れますよね、姉御肌の方。あ、そう、はい、オーナー、岡さんです。岡さんでしょ。そうです、よかよかと同じオーナーさんなんですよ。ね、よかよかと同じ勝負服だよね、だからね。はい、そうですね、よかよかパワーも、なるほど、あります、きっと、まあ、姉御肌頑張ってほしい。お、はい、さあそして気になる馬ですけども、じゃじゃじゃん、今回は3頭です。こちらです。じゃんじゃん、順番に説明していきますね。まず2番のソリッドグロー、まあ、このメンバー10頭のうち唯一の関東馬ではあるんですけども、なんといっても新馬戦、あの函館で7馬身差大楽勝しましたね。はい、まあ7馬身差をつけるってやっぱなかなかないですし、衝撃だよね。びっくりしましたね。もうこれはもう絶対、これはもう買わざるを得ないって言いますか、はい、もうちょっとびっ衝撃を受けまして、おいおい、これ入れましたね、はい、であのジョッキーもあの岩田ジョッキー、あの勝てば JRA 重賞通算100勝を達成されるということで、ああそっかそっか、はい、もう本当期待も込めて入れさせていただきました、はい、はい、次3番の湘南マッハ、こちらもですね、前走楽な手応えで、ノーステッキで3馬身差で快勝してるんですよね。はい、あのこの小倉千人を勝ってるんですよ、はい、ですしジョッキーも松山ジョッキー、小倉絶好調ですので、はい、入れます。
次に5番のデュガー、まあ、初戦がなんと新馬戦ではなくオープン戦でしたけども、はい、あの不良馬場の中、雨降って不良馬場の中3着にしっかり入ったんですよね。あれ、あの雨すごかったもんね。びっくりしましたね。もう直線ももう本当目立つ勢いで結構追い込んできたので、これ面白いなと。武豊ジョッキーなんですけど、はいはい、過去10年で8回出られてるんですよ、小倉2歳ステークス。8回乗ってるわけね。はい、そうなんですよ、うん、で成績がですね、3勝、2着3回、3着1回とですね、8回のうち7回が3着以内に持ってきてるんですよね、はい、なので、これ相性本当にいいレースだなと思いました。まあ相性っていうか、やっぱり武騎手の技術っていうのもあるんだろうね、う若駒をね。そうですね、なのでもう入れておきました。おー、はい、入れさせていただきました。そして買い方がですね、はい、攻めましたよ、じゃん、単服10番の姉御肌、はいはい、そしていつものごとくワイド、姉御肌から先ほど挙げた3頭、ソリッドグロー、湘南マッハ、デュガ、この3頭に流します。はあ、思い切った予想だね。そうですね、まず姉御肌人気そんなにないんじゃない、そうなんですよ、ね、でもやっぱりこの新馬戦の勝ち方を見て、やっぱりかっこいいなと思いまして、姉御肌の人気かっこいいなと思いまして、びっくりした。俺予想聞く、一応聞いた方がいいと思うよ、2週連続的中してるからさ。確かにそうですね。そうでしょ、で聞きます、はい、俺もう渾身の予想、はい、これはね、俺ね当てに行った、当てに行った、うん、おう、では川崎さん、いきますよ、はい、お願いします、じゃーん、10番アネゴハダ真夏の大冒険なんですよ。俺ね、冒険したのよ、この姉御肌。え、待って待って、待ってください。もう書いてあるでしょ、だって最終週にかぶりましたね。そう、真夏の大冒険のつもりなんですよ、私。え、ちょっと記念に姉御肌、2人で出しときましょう。なんだ、出しときましょう。出しときましょう。え、56歳、真夏の大冒険ですよ。すごい、姉御肌かぶりましたね。ね、夏、ほら、もうこの夏さ、7月から小倉競馬始まってさ、その前の6月ぐらいからほら、ずっと準備してさ、俺先週久しぶりに1年ぶりにメインレースの実況して全国の皆さんにお届けするレースをさ、もうやりきった、やりきった、だから冒険しようと思って、あ、そういう、そう、そう、あのこの夏さ、はい、オリンピックあったでしょ。俺一番ね印象残ってるのね、スケートボードなの、あの女子の13歳真夏の大冒険で、フジテレビの倉田アナウンサーがそういう実況したんだけれども、2歳の大冒険ですよ、2歳の大冒険、そういう馬を探してみたの、はい、でね、姉御肌にたどり着いたの、はい、なんでかって言ったらさ、もう全部言われちゃったんだけどデビュー戦新潟のダート、はい、ね、でそこで4馬身さ圧勝、さっき言った通りですよ、あれ2番手から上がり最速だったんだよね、そうなんですね、確かね、で佐々木調教師は新馬戦もね芝の方がいいかもと思ってたんだって。でもなんでダートに使ったかっていうと、鞍上の三幸騎手に戦略がありました。なるほど、だから三幸騎手鞍上でダートのレースに使ったら4馬身差圧勝、で今回小倉2歳ステークス、俺外枠っていうのがいいよね。そうです ね、やっぱり外枠から結構、もう後半戦っていうことで、やっぱ外の方がババ荒れてないのかなって、スピード生かせる、わけじゃないかなと。そうですね、それから今の小倉のババ、まあね、7月から使ってきて間ちょっとあったけれども、でもまあ正直言って荒れてきてると内側がね、でもそんなままもうこなせるはず、新潟ダートから小倉の芝へ真夏の大冒険ですよ。見てもね、俺ね、キーワードはね、大冒険、大冒険、まあ一応10頭立てではあるんですけどね、冒険してもう5頭に絞りました。5頭半分ですよ、そう半分、はい、で、2番のソリッドグロー、それから5番のデュガー、7番スリーパーダ、それから8番のプレスリスリー、そして3番の湘南マッハ、この5頭でございますよ。
ということで、はい、あれあれあそうそうね、10番の淡幅ですよ、あ、10番淡幅、はい、姉御肌の、あ、姉御肌の淡幅、お、同じ、そしてその姉御肌から2番、5番、7番、8番、3番に冒険して、冒険してワイドで、ワイド、はい、いやでも、はいはい、姉御肌が本命って、うん、そう、うん、びっくり、うん、本当に本当にびっくり、本当にびっくり、もう動揺してますよ、あ、そう、うん、いやもうこっから最終週で、うん、もう2人でもう有終の美を決めたいですね、うん、ね、フィニッシュ、俺も買おう、これいつも買ってるけど、うん、確かにそうですね、まあ、ドーンと買っちゃうよ、もうドンと行っちゃい、うん、2人で行きましょ う、うん、で2人で喜びましょう、そう、俺もう本番中に声出すかもしれないそれちょっと押さえていい、うん、ああ、そうそうそう、はい、その本番は、その本番は、うんうん、日曜日競馬ビート午後3時から放送です、うん、はい、はい、ゲストはですね、うん、もうおなじみの佐藤哲三さんと、はい、あの T1 グランプリという特番がありまして、うん、その武豊ジョッキーにも認められた福岡のお笑い芸人、うん、ベングルーさんのお二人がいらっしゃいます、うん、来るの、はい、いらっしゃいますよ、ベングルーさん来るの、はい、あの人も、もう一人の人も、あ、はい、篠原さんですね、うんうんうん、あとさ、はい、あのよかよかの、あのほら番組、はいはいはい、うんうん、あのね、テレビ西日本でやって、で先週テレビ熊本でやって、今 TVer で見られるんだって、あ、そうなんですね、うん、おでさ、今なら無料で見られるんだって、おでも TVer で無料で見られるのは9月5日までなんだって、あら、うん、そうなんですね、じゃあ競馬ビートの日だ、うん、だから、ただで見たい人は早く見た方が、あ、うん、ゆかゆかの配信も5日日曜日までということになっていますので、皆さんぜひお早めにチェックしてください。なんか2回3回見たらもっと分かることがあるんだろうな、きっとな。これ YouTube どうしようか、評判良かったら秋の G1 シリーズも、もうやりたいです、ね、うんうん、はい、ね、結構あの勝率も良かったので、うん、そう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 、はい、ね、果たしてシーズン4があるかないか、シーズン 4なんですね、え、冬でしょう、はい、春でしょう、夏でしょう、今度シーズン4ですよ、本当だ、うん、いつの間にかシーズン4、そう、川崎さんとシーズン4、シーズン4ですよ、まあ、もう四季を通じてみたいなまあやるかどうかは今週の再生回数にかかっているということで、はい、皆さんぜひよろしくお願いします、はい、佐藤ゆりかが500回ぐらい見ます、頑張りますということで日曜日の競馬ビート、はい、ね、ぜひご覧ください、はい。